フェラーリ 512TR はイタリアの自動車メーカーフェラーリが製造していたスポーツカーである。フェラーリテスタロッサを1992年モデルのために再設計し、ロサンゼルスオートショーで完全に新しい車 512TR として発表された後継モデル。512の5とは排気量5.0リットルを指し、12は V 型12気筒エンジンを搭載することを意味し、 TR とはテスタロッサの略である。リトラクタブルヘッドライトとルーバー越しの角型テールライトなど、大半のデザインはテスタロッサを踏襲するが、フロントグリルとウインカーの間には1989年発表の348のようにボディ色の3が入り、ホイール系はテスタロッサの16インチから18インチに変更され、エンジン出力は 428PS となった。 また、分割式のフレームを一体識に改め、エンジン重心を下げ、操縦安定性に関する改良も行われており、長きにわたり、作り続けてきた車の水準を引き上げる努力も随所に見られる。フロント41%、リア59%に重量配分が改善され、2261台生産された。512TR は、 4943cc の縦置き水平対向12気筒エンジンを搭載し、エンジンの各シリンダーには4つのバルブがあり、合計48個のバルブがある。エンジンはドライサンプシステムを介して潤滑され、10.001の圧縮比を持っており、これらを組み合わせることで 5500rpm で最大491ノルマルメートル。 6750rpm で3 1 5ットの最大出力を発揮する4.8秒で0から 100kmh まで加速し10.7秒で 161kmh まで加速するそれは13.2秒で静止から14マイルまたは23.4秒で 1km の距離を完了することができ 512tr の 最高速度は3 1 3 8トル h である。燃料ホースの取り付けの問題に関して、1995年にリコールが発行され、400台以上の車にこの欠陥があり、これは温度と環境の変化によって引き起こされた。別のリコールは2000台以上の車で、シートベルトが適切に機能していない場合のパッシブ高速システムに関連して発行され、 高速システムが機械的、または電気的故障に見舞われた場合、ラップベルトのみが乗員に安全を提供する。512TR のエンジンは大幅に作り直され、肉いじるライナーが追加され、新しい吸気システム、ボッシュエンジン管理システム、より大きな吸気バルブ、および改定された排気システムが追加された。より高いピークパワーに加えて、 変更は加速のためにより広いパワーバンドを提供した。テスタロスさについての長引く不満であるギアシフトの努力は新しい短版クラッチ、スライディングボールベアリングおよびギアシフトノブのより良い角度によって緩和されブレーキシステムにはより大きなクロスドリルフロントローターが含まれた。クイックなステアリング、扁平タイヤ、新しいショック設定はハンドリングを改善した。 最も重要なことは、エンジンとギアボックスの位置が再構されたことで、これにより、重心が改善され、ハンドリングが容易になり、車の運転が容易になった。センターコンソールが、ダッシュボードから分割され、気候制御装置が再配置された状態で、インテリアも更新され、ピニーファリーナのピエトロカマルデラは、新しく含まれたスポイラーと、新しいエンジンカバーのより良い統合のために、 車のボディを再設計することを任され、1989年に導入された348に合わせてデザインが更新された。ホイール径18インチ。フロントは 8J、リアは 10.5J。前のタイヤは235、40ZR18。後のタイヤは295、35ZR18。フロントブレーキの直径は 315mm で、 リアブレーキの直径は 310mm、512TR スペシフィケーションズ、red-hed.com、2009年1月4日閲覧、ありがとうございます。